大ゲイ型潜水艦は海上自衛隊の通常動力型潜水艦の艦級。先行する操流型11.12番艦と同様にリチウムイオン蓄電池を搭載するが、その性能を最大限に活用できるように設計を改定するなどした発展型として平成29年度計画より建造を開始した。ネームシップの建造費は約800億円。 海上自衛隊の潜水艦は平成16年度予算での建造部により2900トン型に移行した。これは先行する2700トン型を元にした発展型で特にスターリングエンジンによる非待機依存推進システムを導入したことが注目された。同システムは高出力の発揮は望めないもののシュノーケルを使用せずとも長期間先行できることから 電池容量を温存できるようになり、従来よりもダイナミックな作戦行動を可能とするものと期待された。一方、技術研究本部では、平成9年度より、次世代の潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発に着手していた。従来、潜水艦用蓄電池としては、鉛蓄電池が用いられてきたが、リチウムイオン蓄電池は、 多くの優れた特性を備えており、潜水艦にとっては非常に望ましいものであった。当初は総流型5番艦、次には23中規模の初年度艦からこれを導入することが検討されたが、いずれも断念されて新型潜水艦から導入されることになった。これが本型である。当初は平成28年度計画艦から新型化されるとも、 見られていたが、1年度先送りされて、平成29年度計画館となった。ただし本型では他にも多くの新技術の導入が予定されていたこともあって、予算、後期の縮減や、リチウムイオン蓄電池の潜水艦搭載化のための技術的問題の解決などの観点から、リチウムイオン蓄電池は、総流型11番艦から先行して搭載される、ことになった。 本型は 27SS をもとに、缶型を3000トン型に拡大し、リチウムイオン蓄電池の搭載を前提に、最大限に能力を発揮できるように設計されている。船体構造における新機軸が浮き課題の採用である。これは諸外国の潜水艦で採用が進みつつある浮き甲板と同様の構造により、低雑音化、対衝撃特性向上を図るものである。 技術研究本部では、音波吸収剤や反射剤の最適装備法等と、共に、期探値防止、対衝撃潜水艦構造の研究として、開発されており、平成19から23年度で試作、平成22から26年度で試験が行われた。また、潜水艦への女性自衛艦配置制限の解除を、受けて、居住区内に仕切り、等を設けて、 女性用寝室を確保するとともに、シャワー室の通路にカーテンを設けるなど、女性自衛官の勤務に対応した偽装が行われている。建造開始後も、本型に関する研究開発は行われており、各種駆動装置から発生する雑音を低減する、新型の駆動装置を開発する、潜水艦用静粛型駆動システムの研究が行われている。上記の経緯より、 海上自衛隊では、挿流型の11番艦である 27SS、大流より、リチウムイオン蓄電池を導入した。同艦は挿流型に属するとはいえ、単に鉛蓄電池を、リチウムイオン蓄電池に変更するだけでなく、同系の目玉装備だったはずのスターリングウェイプ、システムも廃止して、その分の容積、重量もリチウムイオン蓄電池の搭載に振り向けており、 基幹部の設計は大きく変化した。しかしその一方で基本設計はあくまで送流型と同一でありリチウムイオン蓄電池を最大限に活用できるようにはなっていなかった。これに対し本型では基本設計の段階からリチウムイオン蓄電池の搭載を織り込んでその特性を最大限に引き出すように配慮されている。このために実施されたのが スノーケル発電システムの開発で平成22から26年度で試作、平成26.27年度で試験が行われた。これは大きな電流による継続的な充電に対応できるというリチウムイオン蓄電池の特性を最大限に活かして従来より高出力かつ急激な負荷の変動に対応できるディーゼルエンジン及び発電機とともに 旧排気量の増大に対応したシュノーキルマストを開発し、さらにはその非探知防止対策までを含んだ広範なシステムの開発であった。本型では光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソナーシステムを装備して探知能力が向上している。防衛省では平成18年度より次世代潜水艦用ソナー,ーの研究に着手しており、 平成21年度にかけて研究施策を実施した後、平成20.21年度まで所内試験を実施した。これは監視型アレイのコンフォーマル化及び、側面型アレイの吸音材一体面自発化による開口拡大、光ファイバー重波アレイ技術による栄光型アレイの指向性保証処理による探知能力の向上、信号処理部における、 探知情報の自動統合アルゴリズムの構築等によるイシ種ソナー間の探知情報自動統合化を図ったものであった。兵装としては魚雷発射管を備えており、ここから発射する魚雷としては最新の18式魚雷が見込まれている。ネームシップは平成29年度計画で建造されており、2020年10月14日に命名浸水式が行われた。 なお同館は、平成31年度以降にかかる防衛計画の対抗についてに、建造中であるにもかかわらず試験潜水艦への種別変更予定が記載された。これにより、今まで通常の潜水艦が持ち回りで行った試験を、専任人の試験潜水艦が担当することで、他の潜水艦の稼働日数を増やすとともに、試験完了の加速を目指す。ありがとうございます。